さようございます。おお、来た。よっしゃ。ちょっとね、そろそろ YouTube の名前も変えていく感じ？そうですね、多分バッスルタスクチャンネル、マッスルファミリーチャンネルになるかもしれない。ああ、なるほど。でもそんなもんおもろいかもしれないね、なんかね。あの、フルーツ屋のお兄ちゃんが筋トレし続けたらこんなガリガリなタスクがムキムキになったみたいな。そっちの方が、あの、再生数上がったらちょっとショックやった。ちょっとそうなってきたら、もう僕、合成しちゃうかもしれない。トグロ 200% みたいな。バキバキの体に顔ポーンって僕の顔が乗ってるみたいな。で、実物に行ったら、ひょるやんけ。ひょるやんけ。あー、まあそんなね、そんな感じで始まりました。はい。どんな感じですか？本日、はい、金曜日、はい、立ち上げなんですけど、はい、なんか金曜日天気悪いな、いつも。天気悪ないですか？なあ。なんか、YouTube 毎回 YouTube 撮るたびにな、雨ねんけど天気は悪いですがって言ってるような感じしてるんですけど、らしいな。うん、でもまあね、お昼前には止むみたいな感じなんで、今日は、はい、ね、寒いしね、寒いっす。風とか、まあインフルエンザも流行ってるみたいですけど、まだまだコロナとかも、その予防にね、風の予防にはね、めちゃめちゃいいと言われてる。このはい、金冠シリーズいきますか。実はあれなんですよ、はい、昨日あれなんですよ、あの松本店長家族と僕の家族がちょっとそうショッピングモールで立ち合わせてるから、そう、うちの奥さんが「あれタスクおるで」って言ったら「嘘やろ」って、なんか後ろ姿みたいな、僕は全然わからなかったんです。「タスクやあれ」ってうちの嫁が言うんで、見に行ったらやっぱりタスク。びっくりしたんですね。バーって出てきて、なんかガーグーって聞こえた。あれやっぱ俺の声で分かる。なんかあれ今言われたかなと思って後ろパッて振り返ったら、なんか真っ白な二人が誰や思ったら、おおみたいな。まあね、あそこ行けよ、誰かに会うかなって感じのノリやね。で、帰ったら、娘が熱出てました。おい、なんでちょっと毛を買って帰ろう思います。はい、このね、喉とかめちゃめちゃいいです。ビタミン C たっぷり。そうで、ちなみに今うちのおすすめに、おすすめは3種類置いてるんですけど、これたまたまめっちゃ美味しい、ネーミングセンスもいい。はい、マッスル、はい、もうね、これも名前つけた人はね、どんな気持ちでつけたかご想像にお任せしますが、たまたまこれの1個上なんだ、たまたまエクセレントなんかね、すごいんでしょうね、きっとこれよりもやっぱもっといいよっていう、うん、エクセレントだよ、エクセレントだよっていう。このね、ちなみにね、金柑って僕は田舎ではなってたんですけど、取って投げるもんやと思ってました、投げる、投げて遊んでた。でもね、これほんまにこの投げたら怒られますよ皆さん、めちゃめちゃ美味しい。このたま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 ほんまにうまいですから。ね、15、6度あるんちゃうのかな、糖度がね。ちょっと酸味も、やっぱちょっと、なんですか、酸っぱいイメージというか、うん、あ、そうです、ビタミン C あるから、これレモンみたいなリスね、ビタミン C あるってことはちょっと酸っぱいんじゃないかみたいなのあると思うんですけど、たまたま特に甘いですね、ね、酸味もあるんですけどね、美味しいです。ほんで、皮までいける。そうです。でもちょっと種入ってるんで、こう食べながらプッと入ってもらえるね。このヘタもちょっと、ヘタもね、ヘタもちょっと、ヘタはやっぱりどうしても硬いし、うん、ヘタで、みんなやっぱ蜂蜜漬けとかジャムとかにする方もおるんですけど、まあ、もう全然生でいっちゃってください。よう洗ってもろって、そうやね、ヘタ取ってもろって、そうそう、パクってダメだもんね。まあね、それをぜひね、ぜひ美味しいんで食べていただきたいということで、はい、このね、350円、もう多分結構安いと思うんですよね、はい、某スーパーさんとかだったら多分だろうな、安くても39%が限界ちゃうのかな、どうなんやろ、もっと高いと思いますけど、今日はこれを上位価格で100円引き250円、完全にもうこれ毎回言ってますけど完全に赤字でございます。
なんだ、ちなみに300、約 300g 結構入ってます、はい、今日はそれをお一人様2袋まで、はい、同時価格で尺引き、はい、250円、2個買っても540円、はい、安い。そうだからこれ2つ買って、ね、ああ200円得した思ったらこう、そうね、このちなみにね、こっちの春姫も全然美味しい、こっちとね、ちょっと味比べしようかな、そうそうそう、あ、でも味比べしちゃったらこっちの方が甘いなって感じると思う、うん、そう、はい、そういうことです。それでは皆さん、はい、本日の合言葉はどうぞ。たまたま言いにくいかな、ちょっといい、いや、ね、いや、本名ですから。そうです。本名ですからね。やっぱりね、やっぱ名前変えて呼ばれるのってやっぱね、失礼になるんでね。たまたま。やっぱりたまたまで。たまたまください。たまたま。はい。いきます。ご来店、お待ちしております。雨の中なんで、足元に。ね、足元に。お気をつけください。待ってまーす。